今回はクラッシュロワイヤル、スマホアプリのゲームなんですけども、以前ちょっと紹介して相当ハマったので初めて課金をしました。で、その宝箱の開封動画と、それから僕の対戦動画ですね、を少しだけ2試合分かな、今から流していこうと思います。これが今使ってるデッキですね。相当キャラクターも増やしてて、全部で80しかないんですけど、それぞれ特徴があって面白いです。なんか深いゲームやなぁという。緑のやつはレベルが上げれる状態なんですけど、お金がなくて上げれないと。で、このウルトラレア宝箱というウルトラレアカードというのがですね、なかなかゲーム内でもらえないので、これを買ってみました。ちょっとね、音がないんですけど、別で BGM つけてしようかなと。この演出も知らなかったんですよね。見たことなかったんで、ウルトラレア。これが、メガナイト。最初出た時何かなと思ってあんまりよくわからなかったんですけども、結構ね、初めて1ヶ月なんですけど、駆け足でランクを上げていったので、あんまりキャラクターを知らないままね、先に進んでしまってたんですけど、これがコストがすごい高くて使いにくいんですけど、ただ、まあ、体力ヒットポイントが3300っていうので、普通のカードと比べたらはるかに高いんですけど、それほどなんか強い感じはしないですね。で、逆に攻撃力の240っていうのがそんなに強いわけじゃないけど、これがよくその相手のタワー攻撃する時とかにどんどん向こうのヒットポイント減らしてくれるので、なんとか使えてます。これ使い出してからランクも上がり始めました。この同じキャラクターでも使い方がね、によっては使えたり使えなかったりするので、こっちは報酬の宝箱ですね。階級が上がった時にセールが発生して、セール報酬っていうのが出るんですけど、この600円っていうのも買ってみました。で、見えへんな。スーパーレアが2枚ですね。で、まあ、1万円分ゲーム内金貨もらえるのが大きいなと思ったんですけど、これまた宝箱の中に入ってたお金かな。このキャラクターも強い。まあ、この辺りは強い。最初からまあ、登場するカードですけど、どれも、かける24枚とか36枚とか、まあ、あんだけもらえるってことはそれだけまあ弱いカードではあるんですけど、で、このスケルトン部隊ですね。あれがスーパーレア。他のやつはまあ、ノーマルとレアだったんですけど、このスケルトン部隊のスーパーレアはすごい、よく使えるし、ほとんどの人が使ってますね、対戦してたら。まあ、ちょっとしかもらえないんで、もうちょっとね、思い切った課金をして、大きい宝箱あげないと、一挙にこう変わるってことはないみたいで、逆に言うとこのゲーム課金ほとんどしなくていいらしいんです。ただまあ、あまりにもハマりすぎてるので、早くこう自分の中で終わらせたいなっていう気持ちもあってですね。これですね。スケルトン。レベル上げるのに同じカードが何枚かいるっていうのが特徴で、で、レベルが上がるごとにさらに枚数が、最初は5枚とかなのかな、まあ、次が10枚になって30枚になってとか、どん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 枚数が必要になってくるので、なかなかレベルが上がらないと。ここからが対戦かな。今僕がレート2000ロイヤルアリーナ7のところにいます。で、スタートしてまあ1ヶ月なんで相当進んだんじゃないかなと。で、そのアリーナごとにどんどんカードが解放されていって、手に入りやすいというか、それまでは手に入らないので、最初この訓練キャンプからスタートして、1,2,3,4,5,6,7 と、レート制なので、常に同じような数字の人と戦うことになるから、なかなか上がらないし、簡単に上がったり簡単に下がったりも繰り返す難しいところですね。時間帯も読めないです。どの時間が強い弱いっていうのが、ほとんど海外の人たちにあるので、で、レートじゃない。デッキ先のメガナイトっていうのをデッキに入れてて、これがコスト7なので、他はもう低いコストのにして、で、これも同じようにウルトラレアカード。これすごい便利です。
あとはもうすごく弱いカードなんですけど、これはレートニーの最初からいるようなゴブリンなんですけど、レベルが8なのでかなり強い、レベルでも大きく左右するところがあるので、でちょっと左上ね、相手の方の名前が入るのでキャラクターで隠しました。ちょっと見えづらいかな、もうちょっと工夫がいるかな。手前が僕です。で、あの奥のタワー3つあるんですけど、真ん中を倒したらもうそれでクリアで、真ん中に行くには手前の2つどちらかだけでも潰さないといけないんですけど、で相手が早速あの大きな、巨大スケルトンっていうのかな、かなり体力の高いやつを出してきたので、もう慌ててます。でここで僕も間違えて、最近スケルトン部隊っていうのが便利だって言ってたんですよ。こうやってちっちゃい割にはああいう大きいキャラクター相手だと勝てる、逆に他のちっちゃい、どういうのかな、単体のやつにはなかなか勝てないんですけど、それをね出し間違えたんですよね。その前に一回槍を出したから、これ実況しにくい、早いテンポが。プリンスっていうのが今来てて、あれがむちゃくちゃ強いので、本当はスケルトン部隊がいればこうみんなで抑え込んでくれるので本当に無効化できるんですけども、これがでも上位になってくるとそうもいかなくて、いろんなカードと併用してね、対策に対策を打ってくるので難しいところで、で僕やっとメガナイトっていう一番強いカードを出せたんですけど、同時に相手が一番強い巨大スケルトン、おそらく相手の方の一番高コストなカードだと思うんですけど、お互いが高コストなカードを出してしまったので、まあ相殺する形になってですね、でこれがローリングウッドですね。この走ってくる相手を全部こう潰していける、そんなに、ああ早かったな。続けても2戦これ早いんですよ、テンポが。負けたなと思ったらすぐに続けて2戦目ができるので、ただその分どん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 レートが下がっていくし、非常に危険なんですけど、これは見たことないカードでどうしていいのかわからなかったです。あの突撃してきてるキャラクターなので、慌てていろんなカードを出してですね、抑えてしたんですけど、この辺はコストが低いカードなのでそんなに出し惜しみすることはないんですけど、自分としてはその手前にある7のカードですね、メガナイトを出したいんですけど、溜まるまでに相手がどんどん出してくるのでなかなか出せないと。で今のがゴブリンバレルっていう相手が投げてきた直接タワーを攻撃できるカードなんですけど、あれはすぐに対策しないとやられてしまう。あ、これがさっき言ってたスケルトン部隊で抑え込むので、まあ、スーパーレア、どっちもスーパーレアのカードになるんですけど、プリンスはほっとくとあっという間にタワーを壊す速さがあるから、まあなんとか早めに抑えたいとこなんですけど、これも何かわかんないんですよね。もうレートが上がりすぎてて、僕が自分では持ってないものがたくさん出てきてるので、でメガナイトは最初に登場した着地の時に周りのキャラクターに攻撃をできるので、できるだけ引きつけてから出した方がいいかなと。こうやってジャンプしてタワーを直接攻撃してくれる、ちょっと早かったですけどね。早い、本当にうまく乗った時は一番元のタワーまで行ってすぐにクリアというか勝つことができるので、残り1分を切るとこの手前のコストがエリクサーって言うんですけど、溜まるペースが速くなります、ゲージが。だから一挙に高いコストのカードも出せるようになるので、お互い気を抜けないところなんです。これもうまいことできてるなと思うんですけど、これがね、もう相手もどんどん出してくるし、大体こうごちゃごちゃごちゃっとなってるんですけど、結構細かい戦いが起きてて、ほぼじゃんけんに近いので、このキャラクターにはこのキャラクターが強いっていうようなのがあって、でまあそこにコストも絡んでくるから難しいんですけど、
瞬時にこの状況やったこれ、この状況やったこれっていうのを判断していくのですごく大変です。まあこんなグズグズの試合でなんとか今レートを上げていってるところなんですけど、もっともっとね上位まで行って、まあ行ったから何ってわけでもないんやけども、まあカードですね、いろいろ集めてみたいなとは思います。この辺がセール品、なかなか買えてないんですけど、まあデッキをコロコロと変えながらですね。ご視聴ありがとうございました。テロップ動画や実況動画、それから工房の活動を紹介しているラジオ動画もあるので、そちらの方もよろしくお願いします。ではまた。